ちょっと待って、やばい、厄介なやつ霊界に行かしちゃった、やばいやばいやばい。みんなどこ行ったの？ちょっと、じゃあ今日ね、これでおさらいしていきましょうよ。はい、了解了解了解。オッケーオッケーオッケー。タスクってどうすればいいの、これって。タスクはね、タスクはリオさん、マップ開いて、マップ。そう。マップね。マップどこ、マップどこ？右上。あ、あった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 。あった？うん。そう。黄色いビックリマークいっぱい出てるでしょ？出てる！それが、あなたのタスクです！これがタスクか！さようです！シシンさん、教えてくれてありがとう。好き。そんな声張らねえね。俺も好きだ。そんな声張らねえね。なあ、なあ。怖いよ。怖いよ。お腹がすごい。お腹がすいたね。お腹空いてきたね。お腹空いてきたね。お腹空いてきた。食べ物は違うんですよ。あ、すごくいい匂いがする。すごいまずい食べ物だね。さくらんぼってすごいまずい食べ物だって知ってました？さくらんぼってすごいおえーってなるんですよ。食べたらおえーって。隣同士あなたと私さくらんぼ、もう一回愛し合う二人。隣同士あなたと、あ、お待たせ、あたしさくらんぼ。ちょっとね、キルクルの影響がね、出ちゃった。ねえ、3週ぐらいお目に回りましたね。自分醤油っすね。いいっすよね。大丈夫大丈夫。どうしたの？何何？ここ。大丈夫。タスクないからね、そこ。これで、あの、ほのかさんも来なくなったら、鈴さんのせいでは。あ、確かに。ね、なんでそれ逃げるの？おい、なんで、なんで毎回ゲストを追いかけんだよ。うぅぅ。気持ち悪い。気持ち悪い。天中下した方がいいっすよ、これ。ほのかさん、タスクできる？できる？タスクできる？タスクできる？やばい、ロッツァ。これは本当にやばい。タスクできる？これタスク早く終わるの教えましょうか、ほのかさん。切らないぞ。これ霊界からやると早いですよ。霊界からやりましょうね、タスクね。霊界からやりましょうね、その方が早いですね。壁とかっていうのないから。最低。これもう今やられてるの全員男性陣でしょ。ちょっとね、僕気づいちゃったな。これ多分男性陣手も足も出ないってことはもう。強い女性陣にふぬけにされとるな、これは。なんて合ってるな。合ってるしな。なんかもう、これはもう、もうやられてもいいやになってるんじゃないかな、これ。ちょっと。やられてる男子がいるってことか。でもこれ、あれですよね。インポスター2人残ってるんで。はい。多分男1人釣られたら多分女さん男1の状態で負けるんですよね。ああ、夜さん僕トイレしてる感じしろいと思う。 A じゃないよ。いやだとしたら早くナツピンを釣った方がいいよ。もういやいやいや、早くナツピンを釣った方がいいよ。そしたらもうノブさん、西村さん、ワンちゃんの3人のね、女性陣にか、どうしようかな、お父さん今日どうしようかな。おいお父さん、もういいんじゃないかな、これもう。いやおるやろ、娘。娘おるやろ、おい。娘おるやろ、おい。うちの娘だ。あ、まずいですよ。ダメだろ、お父さん。お父さん。ペッ。だからなんで唾吐いてんだよ俺に。
ちょっと待って、ちょっと待って。だあ、チャラだ。こいつ俺につまきやがったこいつ。だら。お前、お前、おい人狼しろよお前。お前人狼しろよ。おいピカクロスおい。もう訳わからんもん。だからその時マイケル吉川がさ言ってたんだよ。何を言ってんだ。お前は最高に中岡さんだって。中岡さんがいる世界ってのはさ、中岡さん本当に本当に明るい未来が待ってるんだ。明るい未来。そう。それには染め子を投げるゴリラもびっくりしててさ。染め子を投げるゴリラ。だから矢部の彦丸は生まれたんだ。でもたまにスベスベまんじゅうガニが唐揚げくんを食べる。そんなことあってもいいかなって俺は思ってるんだ。うんうんうん。わかるだろ。うん。例えばドモホルンリンクルがコールスローだったとしたらどうする？うん、俺はそれはダイオウイカにマルゲリータだと思うんだ。でもそれってつまり矢部の彦摩呂がナイアガラの滝で修行するのと一緒だろ。だから俺はサンゴ礁で花粉症を起こすんだ。そうだよなピカクロス、やっぱり牛丼は重低温に限るよな。わかる。わからん。はい。タスクあるかな。あるね。コックピットのタスク行くか。重い腰を上げてよっこらしょっと。よし、じゃあ右足上げるぜ。よっこらしょっと。じゃあ次、左足は、よっこらしょ。な、中野っち、シャランキューとハンバーグって似てると思わない？うるせえ。ちょっと待って、やばい。厄介なやつ、霊界に行かしちゃった。やばいやばいやばい。これはもう、これもやるしかねえ。これ絶対来てる、絶対来てる、これ絶対来てる。うわ、多いな。停電になった時に、ちょっと落としたと思う。野球ね。あ、じゃあ、悲しいなぁ。一人ポスターは透けました。はい、あら、どうしたの。霊界から攻撃を受けてる中野っちさんです。えいやいやいや、は何何何、詩人さんかな多分ね。詩人さんが霊界からのっちさんにめちゃめちゃ攻撃してると思うんですけど。いや違う違う違う、どういうこと。もう出会ったバンド聞こえてたの。幼少者のっちさんがっていう風に言って、いや別にそれはあの決定的なのが停電中にあの笑いこらえてましたずっと。いや停電、いやだって停電おもろくない。停電おもろくない。停電おもろくない。あれ来たら何でも笑えるじゃん。あれどういうとこ面白いですか停電になって。あのなんかセババルじゃないですか、ピューってこうシュって、はいはい、いやあー視界が、うん、そう、いやマジかってあーそう笑っちゃう、笑っちゃうんですね、視界が狭まっちゃうと。マジかね。いや思い出すだけでも笑っちゃうわあれ。じゃあ万華鏡とか見ても笑っちゃうんじゃないですか、視界こう狭まる。全然笑わないそれ、何それ。悩んでん、笑わない何それ。じゃあラップの筒とかこう覗いてたら笑っちゃうんですか。んあリアクションもしない。え
よく響かなかったみたい。響かった。アモアスで視界ね、停電だった視界スーってこう。笑うんだ。笑うやん。ん停電の一個下の笑いってなんですか、のちさんの中で。停電がレベル5の笑いだとしたらレベル4の笑いってなんですか。レベル4の笑いはティッシュがなくなった時笑いますね。うるせえお前。うるせえ。みんな。うるせえ。1キルしかしてねえのに。もうすっきりしたすっきりした。久々に霊界妨害本気出しちゃったぜ。おいやべえなおい。おい。まんまとまんまとつらいつまってんじゃないかよ。ざまにーぜざまにーぜ。バレてないよ。途中ポンちゃんが見守ってくれてたからね。いいわもう。あのびっくりしました、あの霊界から逃げるインポスターなんてなかなかないですから、ね。あでもいいですね、三人ピンクいるからね。ね。あとピンク、ピンク2人しか頭の中がピンクで言ったらズズが一番ピンクやけどな、今日はもう誰が頭の中ピンクじゃ、ストーカーばっかりだからって俺が。いや、病乱した人のこと言えねえよ。えじゃねえわ。ハールムパーク、なんでハールムピンク、病乱さんじゃないですか。いや、あの、でもあれもうさっき嫁にバレて謝ったからもういいよ。ダルカーチャラに、え、なるかチャラに。ラインが来たよさっき。誰だ。ポンチ。ラインが来た。じゃピカさん。ハーレム残念だったなってラインが来たよ。ラインさんがキッチン。MVP は、りょうらんさんの奥様ですね。あおい